おはようございます。和眼瀬の影庵です。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。今日も引き続きというかずっと引き続いてますけども、ゲスト鈴鹿さんに来ていただいてます。今日もよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨日の話でね、こう、立東演劇祭でのね、その演劇のこうタイトルというかその、タイトルでいいんですかね、はい、人の一寸我が一尺というね、珍しいそのタイトルかなと僕は思うんですけども、ちょっとこういうタイトルを聞くとですね、どういう物語なんかなと、そのストーリーがこう気になるし、ちょっとそれは深くは、もちろんあの鈴鹿さんは言えないでしょうけども、ちょっと簡単にね、こんな感じっていうのをこうちょっとこうお伝えいただければいいかなと、ありがたいかなと思います。どうでしょうか。はい、はい、お話の続きですけれども、人の一寸我が一尺、このね演目っていうんですけれども、これを決めるときに、劇団でも、なんか分かりにくいん違うかとかね、もうちょっと分かりやすい、タイトルの方がいいと考えたらどうやろう、いくつかいろいろ出てましたわ、それにこれの内容に近いようなものもね、でもあえて、その尋ねる、まあパッと聞いてご存知の方もいらっしゃるでしょうけれど、はあはあ、意味を、でも私も実は知らなかったので、逆に面白いかな。そうですね。ね、チラシを見たり、聞いたりした時に、どういう意味やろって考えていただける機会を、ができていいかなっていうふうには思いました。まあですね。あと、はい、どうぞ。内容っていうんですけれど、まあ内容はね、本当は見てもらって、はい、いただくのが、また楽しみが、はい、よりこう期待感ができるんじゃないかと思ってます。はい、大まかに言えば何度も言ってますように、うちの劇団員の、まああんまり自慢できないんだけどね、今で、いい年した女優3人、なんですけど、その3人が、もう奮闘します、いろいろね、で3人3用の、その、いろいろな悩み事ですかね、どっちかいうと悩み事が話になっているという感じなんです。なるほどなるほど、それがちょっとタイトルとつながってくるということですね。そういうことですね。なるほどなるほど、なんかこう例えばチラシがあると思うんですけども、そこに人の一寸我が一尺の簡単なね、意味が下に書いてあると余計何かなと思うかなと思ったりはちょっとしましたけども。なるほど、ありがとう。いいそれをすると余計こうストーリーをこうどんなんかなとこう興味持つかなと、これだけやとちょっと意味がわからないだけってなってしまうんで、ほんで見てもらって、なるほど確かに人の一寸我が一尺やったなと、こう見終わった後にこう思わはるような多分話というか、話は分からないですけど、そういうことなんかなと思うんですけども。なるほどな、そらすればな、いいアドバイス。いえ、そうなんですよ。いや、僕はそうしたら余計こう入り込みやすいかなと思ったんで、確かにそうですね、はい、でまあお話の中でもね、またそれに引っ掛けて、また他のね、面白い言葉が出てくるんですけどね。ああ、なるほど。はい、で、まあ、この今回の作品の中では、草津にあります、上島ピアノ教室という教室があるんですが、ほんまにある？はい。教室。草津市木川町でしたかね。木の川ですね。木の川っていうんですか。はい、そちらのね、教室から、2名さんね、生徒さんをご紹介いただいて、このお芝居中に演奏をしてくださいます。はい。はい、そういうのが入っているんですよ。あ、先ほど言われた音楽というやつですね。そうですね。そうですね。ちょっとこれは初めて、今回初めてかな。30年の間に舞台上で音楽演奏する方の
こう登場っていうのは初めてですね。なるほど、うん、その舞台上でピアノがあって弾かはるんですか。そうです、そうです。へえ、はい、なんかまたそれはそれでまた珍しい感じもしますけどね。そうですね、そのオケピじゃないけどこう下のねとこでピアノが鳴るっていう、はいはい、生であっても鳴るっていうんじゃなくて、はい、舞台上にピアノがあってそれをピアノを弾かれると。そうです。で劇中には関係ない人っていうことですか。そのピアノも、うん、そのストーリーの、うん、中に、まあ、必要ということで出てきますので。なるほど、はい、ですから今の情勢、うん、このコロナ禍の情勢もちょっと、うんうん、含みつつっていうんですか、なるほど。で、うん、それがある程度は、うん、そのストーリーの中でも関わってきたり、うん、まあ、そんなようなとこもありますかね。なるほどね、そうですね、はい、まあ、今の現状もちょっと反映するような感じの内容になってくると。そうですね、はい、うん、で見ていただいた方にちょっと考えていただく機会でもあるかな、まあね、自分の日常とちょっと照らし合わせてもらったり、うん、あ、そうですよね、そういう、うん、っていうような感じですかね、はい、なるほど、なるほど、一応そのカイツブリのメンバーはその、三大女優があれですかその、出てる、もっと出てるんですか。あ、もっと出たはず。あのね、うん、まあ言ってももうあの、うん、レギュラーの劇団員の少なくなってますし、うん、今回はあの、うん、劇団は4名ですかね、うん、だけそうですかが出演してますね、うんうん、裏に回っている方もいますしね、うん、あ、なるほど、はい、劇団員は10名ぐらいなんですよね今ね。そうですかね、うんうん、そんなもんで、出はんのが4名と、はい、出演者がね、出演者が4名と、あとまあその上島ピアノ教室の方がピアノとして、はい、上島でしたっけ、はい、っていう方ですかね。上島教室、うん、ピアノ教室の生徒さんと、それから他の劇団っていうか他の団体から応援に出てもらってますね、うん、それが4名ぐらいいらっしゃるんですかね。うん、なるほど、はい、でもあの助けていただいて、まあ、出来上がってるいう感じですけれど、はい、今一応この収録してるのが6月半ばぐらい、半ば超えてるぐらいですけども、はいはい、大体こうもうある程度もできてきてる感じですか。あ、稽古の仕上がりですか。仕上がりですね、はい、そうですね、この今月の末頃が一つのあれかな、うんうんうん、大事な、うん、一応通すので言うともう月末ぐらいに通していきたいなと。そうですね、今月末ですね、うん、なるほど、あの、はい、うん、なかなかね、うん、やはりその仕事を持ちながらですからね。そうですよね、皆さんね、うん、それだけいうのが、それとその大道具ですね、うんうん、背景、うん、大道具も結構まあね、うん、今自分ところの倉庫なんてないですからね、うん、あの作ったところがどこへしまうなんていうことで、はいはい、また運搬にしても大きいものを作れば運搬がまた大変なので、そうですよ、ね、作る場所とかですから、うんうん、昔滋賀会館をホームグラウンドで使えた時代は、そうですね、結構大きなものを作って、うん、できたんですが、今はね、うん、あの大道具を保管できないと、うん、保管もできないですし、うん、運搬も大変なので、うん、あの奥、まあまあ、うん、そんなことを考えますと、うん、もうあの大道具背景があまりすごい手間暇かけて作るようなものをしない作品になってきてたんです、うん、なるほど。ところが今回ね、うん、まあ、美術の方を担当してくださる方が、うん、あの参加していただいてるんですが、その方がねもうすごく、うん、一生懸命動いて、うん、一生懸命こう考案してくださってね、うん、やってくれてるもので、うん、もうあの一応あの、うん、なんとか作りました、うんうん、なるほど、はい、これはなかなか面白そうですね、いろいろとね、そのピアノもそうやし、そのタイトルから来る内容もこうちょっと興味もそそられますし、はい、いろいろありますね。そうですね、うん、はい、わかりました、はい、ということで、はい、今日は、この辺でちょっと終わりたいと思います。ありがとうございます。